コロナ禍でワクチン接種を語る詐欺が増えています。例えば行政機関になりすまし接種のためのお金を振り込むようにという連絡、個人情報を求める電話やメールなど。コロナワクチン接種は無料です。自治体の職員が電話やメールで金銭や個人情報を求めることはありません。フリーダイヤルを設けています。泣くな嫌やと覚えてください。少しでも不安になったら特設サイトにアクセス、もしくは消費者ホットライン188にお電話を。自分は大丈夫をやめよう。